反戦運動。反戦運動。反戦運動。とは、平和主義の観点から戦争に反対する個人、または団体の運動や活動である。平和運動よりも、やや競技で捉えられるが、厳密な区分はない。反戦運動は、手段としての戦争に反対することが主たる目的で、あるが、戦争の原因となっている、問題自体に対しては、意見を示さないもの。 問題に対し、平和的な解決を求める者などからの脱走、デモ活動、集会、更新、ビラ配布、戦争当事国の目の不買運動、軍需産業の従業員によるストライキ、当局関係者による内部告発などがある。普遍的人権や民主主義の理念から人権団体が反戦運動に取り組んだり、基本的人権の観点から反戦に取り組んでいる。 反戦団体も多い。とりわけ欧州では、ヨーロッパ諸国との直接的利害関係が薄い、問題に対しての運動も盛んである。国家、特に民主制国家は世論に関心を払わざるを得ず、沿線気分は戦争の妨害になる。そのため戦時下にある国では、敵国や第三国が該当国の反戦運動を利用するとして、現在でも何らかの形で、 行動規制が敷かれることが多い。さらに、政府当局が反戦運動を心理戦における相手国への利的活動とみなし、監視対象にすることもある。戦争が、貴族、騎士や傭兵、奴隷兵によって戦われた前近代の西洋では、戦争は、現代ほど、嫌悪感が強くなく、支配階級は、スポーツのごとく捉えることすらあった。しかし、19世紀、 戦争のために市民兵を動員する国民国家の時代になると戦争は勝敗に関かかわらず国家国民を疲弊させるためにあしきものであるという認識がある程度共有されるようになるこうした反戦の概念は南北戦争の時代に文学などですでに見られたが決定的になったのは第一次世界大戦が国家総力戦トータルウォーの様相を呈し、前代未聞の被害を 欧州各国に与えたからである。第一次大戦後、欧州では、沿線気分から平和主義が台頭した。また、イギリスでは首相らが、ナチスドイツへの融和政策を実施してしまった。欧州では、世界大戦終結を、戦争の終わり、エンド・オブ・ウォーと呼び、平和主義に基づきも戦争は起きないであろうと予測、もしくは願望が唱えられた。しかしそれは20年後、 第二次世界大戦の勃発によって裏切られる。第二次大戦後には、戦争を抑止するメカニズムを主要国を中心とする、体制によって形成するという理想のもとで、国際連合が設立され、その理念が今日まで続いている。日本では、日本にとって初の近代戦争である日清戦争の直後に、すでに反戦的な言論の方話が見られ、組織的な反戦運動の端緒は、 日露戦争における非戦論であった。しかし日露戦争時の日本では主戦論が圧倒的に多数であり、非戦論が寄った一万長法も自流に芸行して主戦論に社論を転換していくが、この時期反戦を訴える人々がまとまった勢力として登場たのである。しかし昭和期には日本社会の全体主義化が著しく進み、山本信春の暗殺、 小林滝路の虐殺などテロリズムが横行し、組織的な反戦運動は、ほぼ不可能な状態になっていく。満州事変勃発に伴い、労農党や社会民主党左派の流れを引く人々は、全国労農大衆党に集い堺井敏彦を委員長とする大使出兵反対闘争委員会を設けるなど、戦争に抵抗したが、日中戦争が激化するに従い、彼らは、 当局の圧迫で転校しているか、比較的言論取り締まりが緩やかだった外地に逃げているか、思想犯として刑務所に入っているか、そうでなければ監視の下で沈黙を強いられているといった状態に追い込まれていく。全国労働大衆党と社会民衆党とが合同して結成された社会大衆党は、1940年、この FM マロが新体制運動を唱えると、 直ちに回答して、これに合流してしまった。その頃には、公然と戦争に対し異論を唱えることができたのは、斎藤高浦保守系のごく一部の人々のみ、という状況になっていた、斎藤の、反軍演説に心賛同していた、片山明ららも懲罰決議への欠席、危険という形で、消極的に意思を表明することしかできなかった。 日本国内の反戦団体や人権団体は日本やその同盟国である米国の軍事力行使に対する活動が盛んである。右派や反戦運動に反発する勢力はこの状況を取り上げ日本の反戦団体は日本の仮想国である中国や北朝鮮のスパイ組織なのではないかという陰謀論まで展開する。他方で日本や その同盟国が関与していない戦争に対しても抗議の取り組みを行っている反戦団体もある。例えば、ロシア連邦軍によるチェチェン紛争などである。軍事政策の一環としての自衛隊や米軍の艦船の機構に反戦団体の抗議が行われるが、米軍以外でもロシア海軍艦船に対してグルジア侵攻への抗議活動が行われたり、 フランス海軍艦船機構への反対運動が行われたりした例もあり、必ずしも日本の反戦団体が米国及びその同盟国のみを対象としているわけではない。なお、世界的な反戦運動はアメリカが行う、それも派遣主義的な戦争に対してアメリカ国内でアメリカ市民が反対することが発端となることも多い。代表的な例として、 ベトナム戦争時におけるアメリカでの反戦運動が挙げられる。また、2003年3月20日に、アメリカがイラク戦争を開戦する以前に、世界各国でイラク攻撃の反対運動が展開した、戦直後には、アメリカの反戦団体、まさヨシと平和のための連合を及び、戦争止め人種差別に反対するため今行動の呼びかけにより、 講義のため世界を24時間かけて一周する反戦デモのリレー行われたことも例として挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。